ボイジャー2号で撮影されたダイアンハンダイアンハンとは海洋星において見られた暗い大円形の部分である。木星の大赤ハンと類似しているが、これは力学的な渦ではなく地球のオゾンホールのような大気成分の薄い場所であったと考えられている。ダイアンハンは NASA のボイジャー2号の1989年5月24日の観測で発見されたと ボイジャー2号最接近時のテレビ特集で報道されている。その後ボイジャー2号の海洋星、フライバイの際に詳細に調査され、大きさは木星のブチと同程度で南半球に位置していた。風速は最大で時速 2400km であり、海洋星で最も速い風が観測された。ダイアンハンはフライバイの間変形し続け、様々な写真が撮影された。 大安藩は海洋政権外から見て半時計回りに回転していたと考えられている。大安藩の上空には地球の巻雲に相当するメタンと氷の雲が集中していた。ハップル宇宙望遠鏡によって1994年に観測したところ大安藩は消滅し類似の物器が北半球に現れていた。大安藩がなぜこのような地点に現れるのか。 またこの現象が可用性では状態なのか、異様なのかは未解明のまま残されている。ありがとうございます。